n c j ヘッドラインです今週のマーケットの振り返りそして来週の展望有望銘柄のピックアップですまずは今週のマーケットです今週のマーケットですねさまざまな出来事が起こりましたまず今週は9月の期日末そして昨日の東証の売買停止週末の今日にはですね えー、なんとトランプ大統領のコロナ感染陽性が判明といったところで、まあ波乱に富んだ1週間というところになりました。えー、チャートの方を見てみますと、えー、これは日経平均の日足のチャートです、えー。昨日の分の足がちょっとこう詰まった形になっております。えー、まあ、今週の前半と後半ではもう動きが全く。 別のような展開ですね、まあ、週の前半というのは、えーまあ、上昇基調継続というところで高いところですと、えー、23,600円台までという場面も見られるような展開でした、えー、特にですね期日末を迎えたときにはですね、えー、配当落ち分を当日に埋め切る、えーまあ、そしてプラスで引けるといったようにかなりこう強い展開が見られるという動きにもなっておりましたが やはりそのあとですねアメリカ大統領選テレビ討論会ここでのトランプ大統領、まあ、挽回できずという見方からですね下落を見せてそして昨日一、まあ、あ日東証ののまの障害というところで売買停止というまれに見る状況がありました。そういったところでですね 今週の週末、まあ売買再開は、えー、もう問題なく再開されたわけですけれども、まあ本日はまあトランプ大統領がコロナ陽性というまあかなりショッキングなニュースが飛び込んでまいりまして、えー、今日の午後からですね、株価は下落というような状況で週末の取引を終えました。えー、ただですね、えー、マザーズ市場、まあ小型株の方ですね、こういったところはですね、堅調な展開になっておりまして、えー、マザーズ指数などはまあザラ場で。えー 今日は1,253ポイントと、まあ、高値を更新しておりますね、えー、ザラ場では、えー、2018年の2月以来の、えー、高値1,250ポイント台を高いというようなところで、えー、値堅さも、えー、伺います日経平均、まあ、上値が重いような展開にはなっております、えー、これは週足のチャートになりますけれども、まあ、ご覧になっていただいて、えー、分かるようにどうしてもこう上値が重い、まあ、2万3千円から上をなかなか買って 動けなないいとううような展開です、ねえー、まあ週足のチャートで見ると3週連続でこれ陰線になっておりましてまあこういう状況というのはまあここで見るとちょうどコロナの真っ盛りま急落を見せたあたり以来というようなところですのでこの辺のところまあ来週以降の動きにもえ警戒が必要というような状況ではないでしょうか。こ、まあ、こういったところからえ来週の 展望ですね、えー、こうこうを見てみますと、まあ、動きとしては、えー、どうしても個別銘柄中心というようなところになってきますね。えーまあ、全体を見ると、まあ、小ぶりの、まあ、ここにも書いてますけれども消費関連などに照準というところで値、まあ、動きがいいのはやはりどうしてもマザーズ市場、まあ、IPO 銘柄が中心となっておりますけれども。えー まあ流れの来ているデジタルトランスフォーメーション関連ですとか、まあ IT 関連、まあデジタル庁というような切り口もありますが、こういったところの流れが引き続き物色の対象というところになろうかと思います。まあアメリカ大統領選、まあトランプさんの話も心配のところではありますけれども、ここもテールリスクの一つとして捉えておきながらですね。えー まあ内需関連の銘柄、この辺のところに物色の対象が絞り込まれてくるのではなかろうかというところです。そういったところで注目の銘柄を三銘柄ピックアップいたしました。今週はまず一つ目はこちらですね。銘柄コードは八八ゼロ六ダビルです。商船三井グループの不動産会社になっております。七月末開示の第一四半期、ここはですね、前年同期十四点九パーセント増と。 ええ、なんと増益を達成しておりますね。ええー、まあ地盤である大阪地区、オフィス空室率は6月末時点でなんと0%、ええー、まあ同エリアのですね、業界平均の2.5%を示してもらっており、まあ良好な状態をキープしているという状況です。PBR は0.89倍。 週足のチャート、これは冷やしなんですが、週足のチャートなんかを見てもですね、かなり下値を切り上げているというような展開がはっきりと見て取れます。二月の高値ですね、千四百四十五円というのがあるんですが、ここをですね抜けていくというような展開が想定されます。不動株比率も二点一パーセントとかなり低いので、これ動き始めるとかなり軽いというようなところからも人気化しそうな銘柄ですね。 まあ押し目はじっくりと仕込むというところがスタンスの一つではないかなというところです。続きましてえこちら経営はですね。まあこれは東証二部の銘柄です。取り上げたのはですねえ一部昇格期待というところでえ取り上げてみました。七月二十二日まあここなんですけども千六百四十七円というのがあるんですが、まあここの時にですねえまあ六月中間期利益実績見込み増額修正と。 新型コロナウイルスの感染拡大に伴うリモートワーク必要になる、まあ、ノート PC 等の需要が高まった、えー、ところで高額フィルム関連の販売が計画を上振れたというところが背景でして、まあ、12月の見通しは据えー、末置きになっております。えーまあ、末置きベースでもの減収で営業増益は PR は PR 倍と いうところですね。まあまだまだ見直し余地が大きいというところではないでしょうか。第三四半期まあここを通過したのでここからですね増益発表の可能性も出てこようかと思います。九月十五日の戻り高値ここにありますけど千五百四十五円。ここを抜いてまあ七月二十二日の高値千六百四十七円まあここの思考と。 いうところになってこようかと思います。えー、まあ一部思考というところで注目してみてはいかがでしょうか。はい。三銘柄目がこちらです。一休グループホールディングス銘柄コード四五四四ですね。えー、まあ本業は受託臨床検査と検査薬の製造販売です。えー、現在新型コロナの P.C.R. 検査の受託、えー、とあとは抗原検査キット販売で脚光を浴びています。えー、まあ 検査需要が当然こう増えてて、いるわけでします。また10月からです、ね、入国制限の措置が緩和されておりますので、まあ、空港の検疫所、まあ、ここで高度、高感度、抗原検査こちらの動向も注目です。特にです、ね、来年に向けて東京五輪開催検査数の大幅増加が見込まれておりますので大和証券では投資判断をです、ね、格上げしております。 目標株価は三千二百四十円というところに引き上げておりますので、まあこういったところからも注目されようかというところですね。まあこういったところから見まして、まあ来週もですね動きとしては、まあアメリカ市場、まあ今夜雇用統計の発表等もございますけれども、まあこの辺を含め大統領選の行方、この辺のところを。 まあ念頭に置きながらえまあ内需株中心にえ物色の対象が出てくるというところかと思います特に来週などはですね、消費関連セクターまあこういったところのえ決算の方も出てまいりますのでこの辺のところも注目かと思います以上 NSJ ヘッドラインでした